倒的な存在感。他の一切を拒否し、戦うことのみに自己の存在を凝縮する。第16回全日本選手権者、極真空手史上最強と言われた男、それが黒澤弘樹である。黒澤弘樹の登場はあまりにもセンセーショナルだった。偉大なる王者中村誠と三平刑事によって支配された三世時代が終わりを告げ、新たなる大動が沸き起こる第16回全日本大会。竹山春友、水口俊夫ら新世代の騎手が名乗りを上げたサバイバルバトルに、黒澤は無名の新人として参戦した。全くのダークホース。しかしその圧倒的な攻撃力はあまりに超人的だった。三平を引退に追い込んだ長崎の新鋭敷島を数発の下段蹴りで葬り、後に東昇と異名を取るファイター木本を粉砕した。決勝戦、優勝候補筆頭の竹山を黒澤は下段蹴りの連打で一方的に押した。試合開始数秒で竹山はダウン寸前に追い込まれた。かつてこんなに強い男がいただろうか。苦悶の表情をあらわに下がり続ける竹山に、無機的なほどの徹底した攻撃を仕掛ける黒澤。会場は驚きの表情を隠せない。黒澤は初出場で極真史上最年少王者の栄冠に輝いた。ファイティングマシン格闘選手の誕生である。JR 中野駅南口から歩いておよそ3分、コンビニエンスストアの地下に東京城西支部黒澤道場はある。コンクリートで囲まれたおよそ50平方メートルの道場、そこが格闘戦士黒澤の拠点である。道場生一人一人を鋭い視線で睥睨する黒澤。張り詰めた緊張感が全開したクーラーの風とともに道場を包み込む。俺はリズム取らない、女自分でリズム取ってダメだよ。そのために半身を切ることによって、内股が来ればカットできるし、奥の内股が来てもカットできるし、膝蹴りが来たら回れるわけじゃない。そのために足の幅を半身に切らなきゃいけないわけ。それはパンチ打ってる時にこうやって打ってれば、もう完全にそれは相手の攻撃ももらうもんだって。相手も動いてるわけだから、それで今危険な状態になってるのはものなんだって。だから必ずいつも半身を切ってるような状態、もしくはもう足の幅がもう無意識のうちにもいつも同じような運足になってないと。それ3発叩いても4発叩いても同じだから。おっおっ、わかった。おっ、いけほら、おっ、うわ、かけるよね。あ、もういくんだ、マジだ、マジだ。あ、いけほら、チャンスよ、お前、チャンスよ、お前、そんな胸につくに当たって、相手の胸に入れて垂直に叩いたでしょ。
言ってるの分かる？こうこうあってこうあって相手の目に出て水上にこう叩いてるな。こういうふうに叩いてないでしょ。こうなったりこうなったりしてないと相手の目に出して水上に当てるように、ワンツーたたき下突きも相手のボディに対して垂直にまっすぐ当たるように叩くわけだ。基本に正しく忠実にいろんな攻撃を出せばいいんだって。その中で相手が左の前蹴りと右の前蹴りを出してきてくれるから、それをうまくさばいて、そしてまた攻撃をつなぐと。分かる？攻撃をしながら相手の前蹴りのさばきだけをしっかり受ければいいわけだよ。今度はスパーリングになったらね、何が来るか分からない。これからまあもしかしたら前蹴りから上段も来るかもしれない、後ろ回しも来るかもしれない、下段回し蹴りが来るかもしれない、後ろ蹴りも来るかもしれない、パンツの連打が来るかもしれない。それ全部カットしながら自分の攻撃だけなら絶対できないじゃん。だって前蹴りのカットができないんだから。だからこうやって見てるのも、こうやって見てるのもっていうか、見てるんだったら叩けって、見てるんだったら蹴らなきゃダメ。おっす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 おっ、黒沢道場名物のスパーリング、肉を打ち骨を断つ音と男たちの気合だけが道場内に響き渡る。きな臭い匂いがツンと漂う阿鼻叫喚のスパーリング、その熾烈なる男たちの戦いは極真虎の穴と異名を取るほどである。ある時には肩痛めて、ある時には腰痛めて、ある時には膝痛めながらも一生懸命練習して、何回かも練習して、その凝縮が一発で相手が倒れたし、一発でその一発一発が積み重ねなんだって。戦士黒沢の超人的な破壊力とパワーはウェイトトレーニングから生まれる。小麦色の肌をレオタードで包んだ OL やサラリーマンが集う近代的なフィットネスジム。しかし輝く汗に包まれて黙々とバーベルを上げる黒沢がいる一角だけは全く異次元の空間と言ってもいい。ここで黒沢は200キロのベンチプレスを上げ、300キロのバーベルを肩に担ぐ。科学的理論に基づいた徹底的なトレーニングによって黒沢は超人的なマシンに生まれ変わるのである。
黒沢は昭和37年9月6日東京都品川区に生まれた。幼少からガキ大将として近所に名を轟かす一方、剣道を学びバイオリンのレッスンに精を出す、いわゆる両家の坊ちゃんだった。東海大学オレエス高校に入学、ほどなく極真会館に入門した。都内の不良たちが一目置く硬派な青春時代を送る。黒沢が空手に開演するのは東海大学に入学し東京城西支部に移籍してからである。名伯楽山田正敏の指導のもと、黒沢は猛特訓に励んだ。またもう一人の師、玉木哲郎のもとで筋力トレーニングを学んだ。刻一刻と黒沢の内部で細胞分裂が繰り返され、全身の筋肉はヒューマノイドのそれへと変化していった。黒沢は着実に格闘選手として成長していったのである。この大会、試合場に上がった黒沢を見て会場はシーンと静まり返った。格闘選手はたった1年の間にさらなるチューンナップが施されていたのである。一回り大きくなった体と格段にパワーアップした下段蹴り、抜群のバネとスピード、躍動感に満ちた組手、黒沢は1回戦からノックアウトの連続でトーナメントを駆け上がった。黒沢の強さは本物だった。この男に勝てる人間は果たしているのだろうか。観客のほとんどが黒沢の2連覇を確信していたはずである。松井は多彩な技を駆使し黒沢の下段蹴りに挑んだ。徹底したカウンター戦法、しかし時間が経つにつれ松井は防戦中心となる。後半からは明らかに黒沢ペースで試合は進む。しかし決定打はない。ラスト10秒、突然松井がダッシュをかけた。応じる黒沢、若干黒沢に疲労の影が差す。判定で黒沢は涙を飲んだ。この敗退は黒沢にとって来たるべき冬の時代への警鐘でもあったのだ。
설마 들어가 있어 출발 외쳐 昨年の雪辱に燃え再び頂点を目指す黒沢は2回戦相手が放った起死回生の飛び蹴りの前に痛恨の一本負けを喫した。この瞬間格闘戦士黒沢博樹は冬の時代に落ちていく。彗星のごとく極真のトップシーンに駆け上った黒沢はその後目の前に立ちはだかる暗雲と戦わねばならなくなったのである。君たちがね教員に言ってくれないと困るんだ。あたからね君が苦しんでて相手も苦しいなと思って分かった。相手も苦しいと相手は神様じゃないよ。15名の日本代表選手たちの中でも黒沢は一層高い声援を集めていた。一時陰りが見えていた格闘選手もこの大会で完璧に近い復調を見せていたからである。向かい来る外国選手に対して一歩も引かない黒沢、たった一発の下段蹴りの前に彼らは驚愕の表情をあらわにした。やばい、みんな待ってた。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 2回戦で足の指を複雑骨折していた黒沢に対し5回戦強敵が挑んだオランダのピーター・スミット。190センチ近い身長から飛んでくる蹴りは鞭のように鋭い。序盤ほぼ一方的に攻めた黒沢は中盤再び負傷していた足を痛めた。ラフファイトで攻勢をかけるピーター。しかし黒沢は玉砕を心に決めて応戦する。
度目の延長戦、黒沢はシャニムに攻めまくる。徐々に下がり始めるピーター。黒沢の全身全霊をかけた戦いは圧倒的な判定で勝利に終わった。しかし黒沢はこの後試合場に再び登ることはできなかった。満身創痍の黒沢は試合直後救急車で慶応病院に運ばれた。黒沢の猛攻の前になすすべなく下がり続ける吉岡。しかし中盤苦し紛れに放った後ろ回し蹴りが黒沢の頭部に巻きついた。一瞬腕でガードをした黒沢だが勢い余って体勢を崩す。こうして黒沢は痛い技ありを取られた。この直後黒沢は意地で技ありを取り返す。カウンター気味に入った左上段回し蹴り、黒沢は痛恨のダウンを喫した。黒沢の冬の時代はさらに深刻な様相を見せ始めた。
沢の下段蹴りを警戒するホセインは徹底した接近戦にかけた。足にダメージが蓄積するのに比例してホセインは執拗に黒沢の道着にしがみつく。ホセインはこのつかみによってかろうじてダウンを免れる。前に出る黒沢、下段蹴りを受けるたびに苦痛の表情を見せる園田。試合時間はラスト30秒を切ったと次の瞬間、黒沢の前に再び悪夢が襲いかかった。
の戦士黒沢はこのまま消え去っていくのだろうか。黒沢の最強伝説は屈辱の墓標を記して終焉を迎えるのだろうか。しかしまだまだ黒沢の時代は終わってはいない。黒沢は一人冬の時代を耐えた。全ての雑念を捨てて自らが信じる空手に没頭した。大切なことは自分の可能性を信じること。辛く苦しい稽古の中で流してきた血と汗、黒沢にとってこれだけは紛れもない真実であった。地獄の底を見たと黒沢は言う。しかし絶対に逃げはしない。黒沢はもう一度自分にかけてみようと心に誓った。最近空手界に急激に台頭する新興会派青道会館、そのチャンピオン柳沢が黒沢に挑んだ。復活をかける黒沢は柳沢の挑戦を正面から受けた。下段蹴りが飛ぶごとに柳沢の動きは鈍り始める。無表情で攻め続ける黒沢博樹。黒沢の圧倒的な勝利である。黒沢はよみがえった。かつてのような躍動感に満ちた攻撃。七戸は黒沢の攻撃を体に任せた強力な突きで応じる。しかし黒沢の下段蹴りの前にじりじりと後退を余儀なくされる。
ドクターストップで試合場を降りる黒沢。格闘戦士復活を記すはずの大会で黒沢は再び涙を飲んだ。地獄を見た男が再び世界のヒノキ舞台に戻ってきた。黒沢の顔が変わった。5年に及ぶ不良の時代をくぐり抜け、黒沢は一回り大きな格闘選手として生まれ変わったのである。超ド級の下段蹴りには一切の衰えが見えない。落ち着いた試合ぶりは不良の時代を耐え抜いた男ならではの余裕のように感じた。黒沢はやはり最強だった。超満員の会場は黒沢の登場に嵐のような歓声が飛び交った。準決勝、ヒットアンダーウェイ戦法に徹する緑を黒沢は攻めあぐねた。引き分けは黒沢の敗退を意味する。決勝に進むために黒沢に残された道は緑を倒すことしかなかった。試合後半、黒沢の表情に焦りが見え始める。
鉛のようなプレッシャーが格闘選手の背中に重くのしかかる。こうして黒沢の世界大会制覇の夢は準決勝で消えた。しかし黒沢の強さを否定する者はどこにもいなかった。黒沢は実質ナンバーワンの強さを見せつけ試合場を去っていった。
スはまた新たな局面を迎えようとしている。長い冬の時代をくぐり抜けた黒沢は全日本大会のトップシーンに舞い戻ってきた。しかし10年に及ぶ激闘の歴史はとてつもない疲労感となって黒沢の肉体を蝕みつつあることもまた事実である。第5回世界大会の再び黒沢の超人伝説は本命の色を深めつつある。黒沢の復活はあり得るのだろうか。黒沢の超人伝説にはどんなクライマックスが用意されているのだろうか。黒沢の最後の戦いがまた始まろうとしている。